アーロン・ブラウンはカナダトロント出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで9秒96、200メートルで19秒95の自己ベストを持つ200メートルの元カナダ記録保持者。2016年リオデジャネイロオリンピック男子400メートルリレーの銅メダリストであるジャマイカ人とバルバドス人を祖先に持つ。7月のブレッサノーネ世界ユース選手権に 出場すると、男子100メートル2次予選を10秒46のユースカナダ新記録で突破。準決勝も2次予選のタイムに迫る10秒49で突破して、ファイナリストになり、決勝では10秒74とタイムを落としたが、プレゼルハーディに次いで金メダルを獲得した。100メートルではカナダ史上初のメダル獲得であり、 100メートル以外の短距離種目を通じてもカナダ史上初のメダル獲得だった。男子メドレーリレーでは3層を務め、予選で1分54秒90、決勝で1分53秒51と、共にユースカナダ最高記録を樹立するも5位に終わった。7月のモンクトン世界ジュニア選手権に出場すると、男子100メートルでファイナリストになるも10秒48の5位に終わった。 男子200メートルは予選を21秒21の自己ベストで突破すると、準決勝は追い風参考記録ながら、予選のタイムを上回る21秒12で突破し、100メートルに続いてファイナリストとなった。決勝は21秒00の自己ベストをマークし、飯塚翔太、アリクサンドルリニクに次いで3位に入り、ウェードバンニーキルクとのメダル争いを0秒02差で、制して、 銅メダルを獲得した。この種目におけるカナダ勢のメダル獲得は2006年北京大会で銀メダルを獲得したブライアンバーネット以来史上二人目だった。シニアの世界大会デビューとなった8月のロンドンオリンピックには男子200メートルに出場すると予選を20秒55の自己ベストタイで突破。準決勝でも20秒42の自己ベストをマークしたが タイムで拾われた8位の選手とは0秒05差の9位に終わり、決勝進出を逃した。6月5日の NCWA 選手権、男子100メートルで、カナダ歴代4位の記録となる10秒05をマーク。シニアの世界選手権デビューとなった8月のモスクワ世界選手権では、男子100メートルで、セミファイナリストになるも10秒15の組5着で、決勝には進めなかった。 男子400メートルリレーでは2層を務めるとメンバーに100メートル9秒台が1人もいない中カナダ歴代4位の記録となる37秒92をマークしての銅メダル獲得に貢献したこの種目におけるカナダのメダル獲得は1997年アテネ大会で金メダルを獲得して以来16年ぶりだった2月14日の200メートルで 室内カナダ新記録となる20秒53をマークし、1998年2月14日に、プルニー・スリンがマークした20秒66を16年ぶりに更新すると、5月31日の NCWA 西地区選手権、男子200メートルでは、カナダ新記録となる20秒16をマークし、1991年8月26日に、 アトリーマ・ホーンがマークした20秒17を23年ぶりに更新した。8月の北京世界選手権に出場すると、男子100メートルは予選を10秒03で突破し、追い風参考記録ながら自己ベストを上回るタイムをマークして2大会連続のセミファイナリストとなったが、準決勝は10秒15の組7着に終わった。この種目では世界選手権初出場となった。 男子200メートルは予選で20秒43の組4着に終わり、着順で準決勝に進出できた組3着とは0秒0を差で敗退した。男子400メートルリレーでは予選でアンカーを務めると38秒03の好タイムをマークして組5着で決勝に進出した。決勝では1層を務め38秒13をマークしての4位に貢献したが、 その後2位でゴールしたアメリカがオーバーゾーンで失格となりカナダは3位に繰り上がりに大会連続で銅メダルを獲得した4月30日にバトンルージュで開催された大会の男子100メートルで追い風参考記録ながら9秒95をマークすると男子200メートルでは自己ベストとなる20秒00をマークし19秒台に肉迫した6月11日に モンテベルデで開催された大会の100メートルで、カナダ歴第4位の記録となる9秒96をマーク。従来の自己ベストを0秒09更新し、10秒の壁を公認で突破した。8月のリオデジャネイロオリンピックには3種目に出場したが、個人種目の男子100メートルと男子200メートルはそれぞれ予選と準決勝で敗退した。男子400メートルリレーでは、 予選と決勝で2層を務めると、アキーム、ヘインズ、ブラウン、ブレンドン・ロドニー、アンドレ・ド・グラスのオーダーで臨んだ19日の決勝は37秒64のカナダ新記録を樹立。1996年アトランタオリンピックで、ブルニース・スリンとドノバン・ベイリーを擁するチームが樹立した、従来の記録を0秒05更新したが、ジャマイカ、日本、アメリカに次ぐ4位に終わり、 0秒02差でメダルを逃した。ところが、3位に入ったアメリカが1の2層のバトンパスの3位に違反があったとして、失格となり、カナダは3位に繰り上がり同メダルを獲得した。この種目におけるカナダのメダル獲得は、1996年アトランタ大会以来20年ぶりとなった。4月の世界リレーに出場すると、男子400メートルで2層。 男子4200メートルでアンカーを務めた。リオデジャネイロオリンピックの同メダルメンバーそのままで、望んだ男子400メートルは予選を全体1位の38秒21で突破したが、決勝では3層のブレンドン・ロドニーへのパトンパスに失敗し途中危険に終わった。しかし、翌日の男子4200メートルでは1分19秒42の今季世界最高記録をマークしての優勝に、 貢献した。8月のロンドン世界選手権では、男子200メートル予選を、シーズンベストの20秒08で突破したかに、思われたが、内側のラインを踏んだため失格に終わった。エースのアンドレ・ドグラスが、不在の男子400メートルリレーは、予選と決勝で2層を務めたが、38秒 59? の6位に終わり3大会連続のメダルを逃した。記録欄のうちの数字は、 風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。